肝はどのような過程でできたか推論する。和歌から俳句が生み出されたことは、よく知られていることである。和歌には肝はない。よって肝は俳句が生み出されてから発生したということである。最初の俳句は和歌のルールの一部である五七五だけを意識して作られていたであろう。 また和歌よりも一段低い位置に置かれていたであろうから、遊び感覚、ざれ感覚の句が多かったと考えられる。ヒレジもほとんど意識されていなかったであろう。しかし、金やけりは和歌によく使用されていたので、俳句にもそれらは、英単として使用されたのであろう。さて、俳句好きが集まり、 区会という集団で俳句を作ったとしよう。集団の遊びにはルールが必ず必要である。また遊びなら優劣もつけたくなるではないか。よって、優劣をつけるためにはある程度基準が必要である。それはまずものだったのではなかろうか。つまり、では、皆さん。 今見える月に関する句を読んでみましょう。それで皆さんで話し合って、誰が一番素晴らしい月の句を読んだか点数をつけて優劣を決めましょう。ということで、月の句を読み、みんなで点数をつけ合ったのではなかろうか。月だけでなく色々なものが考え出されたであろう。そうこうしているうちに、 物をわかりやすく分類しようという廃人が現れ、その分類基準として春夏秋冬等が考え出されたのではなかろうか。日本は四季がはっきりしているので、基準としてちょうど良かったと思われる。またそのうち、新年の句が多いということに気づいた力のある廃人が、 信念だけを新たに分類しようと考えたのではなかろうか。論理的に推論するとそうなるのである。詳しく調べたわけではないので、確信は何もない。しかし多分大きく外れてはいないように思うのである。こんなことを考えながら俳句作りを楽しんでいるのである。